今回は僕いけばなを始めさせていただいて書道家書伝というお免状をいただいたんですね。この年になってもすごくこう嬉しかったりして、本当は早いのかもわかんないんですけど、初めて池の坊さんの男家庭にこう出させていただくことになったんです。もうね、正直言うとね、緊張してしんどくなってるぐらい、自分こんなに弱かったんやってね思うぐらいなんですけど、この六角堂さん、いけばな発祥の地なんですよね。でこの場所、そして池の坊さんのねこの建物があって、でこちらもぐるっと回るとね、こちらもそうなんです。で、あそこがロビーになってるんですよね。今日の会場はあの中と。ため息ついてダメなんですけどね、こんなに緊張するもんなんやなと思いました。やっぱりいつまでたっても初めてのことってね、やっぱドキドキするもんですね。でもなんかそういう気持ちを味わえてることがなんか嬉しいんで、はい、行きます。よろしくお願いいたします。行ってきます。ここは本当はこの生け花の先生方しかこの入れないというか、こう買うことができないこのお花の場所なんですよね。今回ちょっと特別に入らせてもらっています。もう木のある程度形は決めたので、この中からこう基本的にやっぱり2日間家庭が今回あるので、頑張ってくれるお花を選ぶ。今日もちろん綺麗に見ることが大事なんですけど、明日どうなるかなっていうのもちょっとだけね、こう予想というかそんなできないんだけど、なんとなくそういうのを選んでいくっていう。今回花器を3つ使うんですけど、一番奥の花器は冬をイメージしているの でそこには白いお花をつけてるんですね。だから白を生かすために少しこの濃い紫のかな、これでこの白を生かす。このいつものお稽古ってこの先生が花材を用意してくれてるんですよね。でそれを生けさせてもらう、それだけでもすごく難しいんですけど、家庭ってなるとこの中からじゃあ自由に僕がっていうか今回生けたいものを自分で選ばなくちゃいけない、当たり前のことなんですよ。それがねここに来ちゃうと迷って迷って全部が綺麗だ。だからやっぱり生け花は引き算なんでね。ちょっと分かった、いつもは本当にずっと先生の用意してもらうお花でしょ。そうでしょ。それがどんどん分かってくれたら嬉しい。なのかっていうだからもうね、やってみて初めて分かることがいっぱいあります。皆さん大体ですけど、今日いける花材で一度もいけてるんですよね。どんな感じになるかっていうのを自分の中でイメージして、今日それをまあ再現というのか、でもやっぱり場所によってやっぱりちょっと変えたいなとは思ったりもするんですよ。なんとなく一回いけたものを今日もう一回いけ直すっていう感じかな。よし、やってみます。僕がメインで行けさせてもらうのがこのラナンキラスのお花なんですけども、まあ、本当は今日ガーベラとかとイメージしてたんですけど、梅を使ったんですね。こうやっぱ梅を使うとやっぱり梅をどうしても見せたくなってくるので、でもやっぱりそれだけだったらもちろん寂しいので、この梅の花に合うお花の色を選びました。ただこの向きがね、ここがすごく勝負というか、ずつね完成が見えてきたんで、 なんとなくホッとしています。ここからもちろん手直ししていくんですけど、あとこれがポイントです。菜の花、菜の花はこう本当に着飾ることなく、この真ん中の花器にポツンとありたいんです。ここでちょっと春がこう来てるんだよっていうところで、でこういう感じで生けられたらいいので、この冬から春の訪れをこうポツンと一本でかっこよく見せるって進んでいく。ゼンマイも春の花。皆さんすごいです。作品の一つ一つ小学校からやられてる方もいらっしゃいますし、もう本当5年10年20年
ね、やられてる方たくさんいらっしゃるので、いい刺激をもらってますね、この年にして。これも嬉しいことです。あと初めて3年ぐらいですかね、もともとお花自体には興味があったんですけど、近くにあって先生の教室が安かった、よしいいタイミングっていう、本当に普通のきっかけで興味があることに予約一歩足を進められたっていうこと。普段が舞台に立つ仕事でビジュアルが舞台にされなくなった時、お花だったら長くいけるんじゃなかろうかっていうきっかけで始めました。正面から見ていただいた時に一番パッと目に入るのが骨の手の標本だと思うんですけれども、自分の気持ちを全部、まあ、贅肉というかそういったものを削ぎ落としたところで、一体何を感じるだろう、トゲトゲしいものにもお花が寄り添えば柔らかくなるっていうところと、あと鳥かごっていうのが、まあ、社会も自分もですけど閉じこもってる中に一本大きな百合が出ることによって、開けばすごく華やかで綺麗なものになるっていう、光が差す伸びていくっていうのもイメージで作ってます。ちょうど3月で9年になります。いけばなを始めたきっかけというのはですね、もともと僕はお庭の仕事をしてまして、京都のちょっと庭園に勉強来るようになって、この六角堂で花を生けるということで、この六角柳を主に使った書風体で、今このカチカチの型を逆にやる人がいなくなって、みんなこうあっさりした小風体だとかになってきたので、一人ぐらいはちょっとごっついのやっとかないといけないなっていう感じの作品です。ではですね、これより冬の文化展を、開花したいと思います。どうぞよろしくお願いします。始めました、この初めての男カフェね、これでオープニングということもね、これちょっと恥ずかしい話なんですけど、はい、こうね、僕の師匠なわけですけど、どうですか今回こう初めての当選でしたけど。あ、でも清水さんの思いがすごく作品出て良かったかと思います、はいはい、僕は今回季節の進み具合っていうのかな、こう季節が冬そして春に向かっていくっていうのを表現したかったんです、はい、本当はここに僕はガーベラっていうのが来たかったんですけど、はい、梅をこれを選んじゃったので、はい、これが見せたくなっちゃったんですよね。そうですね、その姿が、ちょっと最初にやっぱ生けられたのがこの梅だったので、あ、うん、そっか、すると見せたいものがちょっと多くなっちゃってるんだ。そうですね、でも季節の移り変わりがすごく綺麗に表現できているので、それはそれでいいかと思います。自由化っていうのが一番難しいですね。そうですね、何も決まってない、決まってないから。一緒にお花選びに行ってもらったんですけど、里子さんから先生が言われたのは、もう自由やから自由に選んでって、それができないんですよね、うん、その中でもやっぱり自分がどう見せたいの明確なら、多分それだけに。そっか、そうです。やっぱり生け花というと女性のものとか、と古臭いようなイメージを持たれている方が多いので、若い今時の男でもやってますよっていう。全然20代でも10代でもやってますよ。そうですね、そうなんや、うん、今のところですよ。10代も20代もだから、僕40代池の坊主にはなれないんです。僕はなれないです。池の坊主になれます。2年に一度募集が、はい、そうなんや、はい、厳しいエントリーシートと面接の面接二段構えなんですよね。面接もあるんですか。面接でどんなこと聞かれるんですか。お花に対する思いとか。そうですね、生け花を始めたきっかけはとか、へ、そういうことが聞かれますね。普通にクリアされた方々が池の坊主なんですね。そんなに変わるんですか。僕は池の坊主になります。ちょっと今お偉いさんに聞いてます。当時いただきましたね。年齢制限はないんですか。特には設けではないです、ね、あ、男性がもっともっとお花を楽しもうっていう、はい、ってことは僕もエントリーシートと2年に1回のその面接を合格すれば池の坊主になれる。なれそうです、はい、え、そうなんですか。そうなれます。気持ちが大きければ気持ちがないです。気持ちが大きければなれる。なかなか言いますね。こういう時はね、ちゃんと名刺交換しとくのが大事なんですよ。あの清水と申します。今後ともまた、はい、あのよろしくお願いいたします。どうもこちらでありがとうございます。何のこっちゃいな。まあ大丈夫です。応募時に、はい、あの師匠の推薦をいただけるかどうか、これ大事なポイントです。これ僕にとっては一番ハードルが高いかもわかんない。一番怖い。もうめっちゃ怖いです。いや怖くないですよ。今回どんなに怖くない。今回家庭に合格させてもらうって決まった瞬間、はい、もう今までの稽古全然違うんです。やっぱめっちゃ厳しく、もう、え、どうですか師匠。それも愛です。やっぱ加点の時は本人が恥をかかないように先生が厳しく。あかん、面接ではこう答えなあかんねん。頑張ろう。はい、盛り上げていきましょうね。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
砂浜に確か